ラム MRSA 問題薬はここ一発必要な時にだけ用いるべきですアレルギーの項でも書きましたがたくさんの微生物や毒にさらされていた昔の生活現代は道路は舗装建物は鉄筋コンクリート子供たちの遊びはテレビゲームやポータブルゲーム子供たちが遊ぶのに 土が露出虫たり、魚釣り、自然と触れ合うところがなくなっています。病院では、お年寄りの感染症対策で、抗生物質の使用頻度が高くなる傾向があり、耐性菌の発生が、院内感染、MRSA など、問題につながっています。耐性菌をそのまま放置すると、病院の壁や空調機器などの換気口、 埃のたまりやすい場所に住み着いてその病院自体が病原菌の巣になってしまいますカビ博士で微生物災害の専門家である井上真由美氏は病気になったら危ない病院へは行くなと警告します病気は予防が肝心です年配者でも昔の生活に習って家庭菜園でも良いので自然農で作物を作るとか台所では ぬか床かを素手で切り返すなど多少でも微生物とお付き合いする生活に心がけ健康に留意いただきたいものです。